あ、ごめんごめん、ちょっと失敗してね、終わってたわ。ちょ、失敗したわ、ちょっとね。なんかね、終わってた。ごめんごめん。まあ今日はね、この一枠で終わろうと思うんですよ、じゃあね、そろそろね。そうそう、この一枠でね、ちょっと間違えて終わらしちゃったしね。でもプラグインが停止しましたと思って出たからね。あれ、なんでだと思ってみたらね、ツイキャスの方でね、ちょっとね、ツイキャスの方のね、配信が終了したらね、これね、止まっちゃうんだよね。なんでね、まあこの、もう多分ね、これ、ネタしとかね、タタだと思うから、今日この辺りでね、この一枠ぐらいで終わろうかなと思うよ。正直、もういいんじゃないかなっていう気もしてるしね。あ、ちょ、キティちゃんいらっしゃいね。萌えちゃんいらっしゃいね、これね。孫子の配信は終わっちゃったのかな。萌えちゃんといえばね、孫子の配信というイメージがあるんだけどね、これ孫子だけだろうかね。終わっちゃったのかな。たたたたた、やってるの？あ、やってるの？わざわざ来てくれたの？ありがとうね。萌えちゃんがね、孫子の配信を蹴ってまで孫子のところに来てくれるとはね、正直思ってなかった。ちょっと孫子びっくりしてる。びっくりした。宝くじもギャンブル、ギャンブルだと思うよ。でも宝くじは基本的に当たらないからね。あ、でも、一等じゃなかったら当たるかもしんないのか。まあ、占ってみる、宝くじね。とりあえず。で、ちょっと萌えちん占ってみようかな。いや、わかんない。スロットとかだったら試してるけど、宝くじはエッソンし買わないからさ。よし、じゃあね、まあ、いつも通りやっていくよ。こっち側からね、1、2、3でね、好きな数字を選んでね。まあ、占いのやり方は基本的に今までと変わらないから、そんな感じで思ってくれてたらいいと思うんだけれどもね。好きなのを選んでね。3ね。じゃあ0から21で好きな数字を。0から21ね。ハイプリーテスのカードが出てるね、これね。これね、ヨシエさんのカードっていうね。ヨシエさんのカードっていうか嘘嘘。はい。女教皇のカードなんだけどもね。これはね、
これはね、このカードにはね、一応ね、調和の美しさっていう意味のカードがあるんだよね。で、この場合のね、調和っていうのはね、ギャンブルの場合はね、プラマイゼロっていうんだよ。以上、多分ね、ギャンブルね、やってもね、プラマイゼロだよ。うん、ほぼプラマイゼロね、調和の取れた結果が出るという結果が出たね。だからね、やってもやらなくても一緒、気分的にやりたいならやってみればっていうレベルかな。うん、特にやったところでというね、感じかな。まあどうだったかな。あまりいい結果ではないね。以上。いやもうね、占いって正直ね、この占いはこんな感じなんだよ。サクッと出るんだよね。勝てるか勝てないかとか、どういう注意点があるかとか。だって1枚だもの。1枚だものっていうね。とかあったらごま、おめでとう、おめでとう、おめでとうでいいのかな。うん、友達に頼まれた方が友達のものになるのかな。どうなんだろう。友達のついでにね、よかったね、でも勝てて。おめでとう。いやー、孫子はさ、なんでこんな頑張ってるのにさ、彼女も何もできないんだろうってね、おかしいんじゃないかと、孫子さっき思い始めてきたと。そろそろさ、一人ぐらいさ、エセ損失好きみたいな人ね、出てきてもいいんじゃないかと。その側はたまに買うけど当たらないね。まあそんなもんだよ。うん、人生楽ありゃ苦もあるさってね。そろそろエセ損失大好きっていう人がさ、ほんと出てきてもいいと思うんだよね。でこれ一人も出てこないかな。おかしいと思うんだよね、それ。いやさ、うん、そろそろワンチャンあるところまでさ、来てもいいんじゃないかと。うん、ワンチャンあるっていう部分までね、来てくれてもいいんじゃないかと。いや、結構な人を占ってきてね、結構な人とね、お話とかもしてきたしね、そろそろ出てくるかな。来る、きっと来る、きっと来るってね。これ貞子やんつってね。貞子が来るのかつってね。来る、きっと来る。来ないかな。
正直ね、そろそろワンチャン来てくれてもいいのにさ。うん、そうしようと思うんだよね。貞子なんだけどね、これはね。いやー、でもワンチャンないかな。ちょっとだけ疲れたね、正直。いやね、あのちょっとさ、またね、正直ね、まだお尻が痛いんだよ、いつもし。これね、こう言ったらちょっと汚いとか言われるかもしれないけど、まだお尻がちょっと痛いんだよ。だからね、お尻がちょっと痛いからさ、結構来てるなっていうね。感じはあるよね、これね。でもな、お尻がね、痛いからさ、あの、運転する途中ね、それが辛かった。ぶっちゃけ。いや、だからお尻が痛いからさ、ちょっと辛かったかなっていう話なんだけど。割とマジで。割とマジでね。いや、地じゃない、あのあれ食った時からあのまだね、あのヒリヒリがね残ってる感じ、まだ若干ヒリヒリするかなっていう。わかるでしょ、これ意味ね。割とマジって、そうですね、あれの後遺症がまだ残っているということなわけだよ。いや、あれマジでね、正直ね、きつかった。いやね、違和感があるというかね、まだね。いや、めっちゃ痛いとかそういうんじゃないよ。ちょっと違和感があるかな程度。
いやー、だいぶ食べたよ、これね。タイムシフトにもしのよかったらね、タイムシフトに残ってるからね、見てみてくれてもいいと思うよ。エッソン社はね、あれ全力で頑張ったと自負しているから。割と混じって、まあ今日はね、もう今日正直ね、この枠で終わりかな、この30分で終わりかな。いやね、ちょっと乗っちゃったんだよ、悪ノリに。あれはマジで悪ノリだったもん。あれ、ほんとね、その人はね、死ぬんじゃないかと思った、あれ。うん、ほんとに。その人マジで死ぬんじゃないかなっていうのはね、すごい思ったよね。あの時ね、ほんとに死の危険を感じたと、その人はね、思う。ハンバーガーじゃないんだよね。デスソースなんだよね。正直ね。マジでね、あれね、正直どうなっちゃうんだろうっていうのはね、すごい思った。でもね、このまま寝てさ、何の辛さもなくちょっとお亡くなりになれるんだったらね、それもいいかなってちょっと思ってた。寝ようかなってちょっと考えてた。だからね、ちょっとね、再出品しなきゃっていうね、ちょっと仕事しなきゃっていうのもね、ちょっとあった。冷静に考えてた。まだこれが終わらないと寝れないみたいなね。あとね、これで死んだらね、気にする人いるなと思ってね。ちょっと SOC が煽られてやったわけだけどね、これでね、もしね、次の日から配信がなくなったりしたらね、すごい気にするだろうなと思ってね。いや、これはダメだ、これは死ねないっつってね。考え直したよね。割とそれだけの理由だったりするんだけどね。超いたわって、お腹の調子もあれからちょっとね、悪いしね。いや、ご自愛って、ご自愛って言葉久しぶりに聞いたよ、本当に。ご自愛くださいって言ってね。もう、それね、なんかね、ご自愛とね、オナニーって似てるよね。字面的にね。自分を慰めると自分を愛する、どっちがいいみたいなね。自分を慰めるとね、ね、なんか、オナニーくださいとご自愛くださいってね。結構、ちょっと似てる。ちょっと似てる。だってさ、あ、イコール あ、これ NG コメントなの、これ。これさすがね、NG コメントになるぐらいだよ、これ。円幕得たら逃げれるのかな。ダメだ。こいつかね、これね。でも一文字違いなんだよ、これね。すごく一文字違いですよね。すごく一文字違いですってね。並べるとね、何が入ってるか分かるのかもしれないけどね。さあ、この丸の中には何が入るでしょうつってね。いや、イコールってね、これクイズ形式なら大丈夫みたいなね。いやー、もうあと10分か。早いもんだ。
無理くり無理くりだね、確実に無理くりだね。これどういう思考回路ってね、思想史はね、まあ普通の人にはわからないからね、思想史の思考回路は、うん、まあ基本的にね、あの女のことしか考えてないよね、思想史くらいになると、うん、ね、本当に思想史はね、もう女のことしか考えてないから、もう女大好きだからね、エッソン氏をね、あの落としてくれるような女が出てこないかなとかね、あのエッソン氏をね落としに来てくれる女とかいないかなとかね、エッソン氏にねこうね口説いてくれる女とかいないかなっていうね、うん、そんな感じのことばかり考えてるからね、これね、ドスケベじゃないこれね、エッソン氏はね、あのね、どっちかというとね、セックスしたいだけっていうよりね、あの恋愛をしたいとかね、結婚をしたいというかね、あの幸せな家庭を築きたいとかね、そういうね純粋無垢なね、ヘロソン氏って純粋無垢なね、純粋無垢な気持ちを持ってね、ふわっ、その人はね、これね、ふわっちの唯一自身であるからしてね、純粋無垢な気持ちを持ってね、これね、伴侶を探していると。その人の伴侶を探していると。だからね、その人に対するね、伴侶っていうのは、ね、なかなか出てこないと。これなぜか、その人に見合うだけの人間がいないとね。これ、その人をね、もう崇め立てまつるものばかりなのでね、これね、その人は唯一神であるからしてね、ふわっちの唯一神であるからしてね、その人を崇め立てまつる人間はね、たくさん出てくるんだけれどもね、その人を対等に話す人間が出てこないと。その人の伴侶ぐらいになるとね、エゾン氏の対等に話せる人間でなければならないとね、エゾン氏はそう思うわけだよね、これね、そういう人間というのはなかなかいないと。ということはね、これね、なかなか難しいんじゃないけどね、うん、なかなかにね、崇拝されるだけの存在であればね、これね、エゾン氏からね、その下の方にね、隠れ身の起きてね、何て言うのかな、お忍びでね、これね、お忍びでこう、行かないといけないと。その今、お忍びのね、布を取ったね、ふわっちの唯一神、エッソン氏になったわけだけどもね、お体ご自愛くださいねってね。うん、じゃあ、エッソン氏から送る言葉はね、うん、チョキティちゃん、オナニーくださいね、これね。ご自愛くださいねってね。うん、ご自愛くださいねって言ってね。もう、チョキティちゃんのご自愛くださいねって。うん、チョキティちゃんのご自由くださいねっつってね、もうそうして答えるしかないわけだけどもね、これね、返答としてね、これね、うん、パーフェクトじゃないけど、あ、眠たい。そういう時はそうじゃね、割とね、じゃあ萌えちゃんもね、ご自由くださいね、これね、ご自由くださいね、本当にね、うん、これご自由って読む、なんかオナニーしてくださいねってね、ご自由くださいっつって、うん、G 行為をしてくださいってね、うん、ご G くださいって愛と慰めっていうね、うん、その人がね施せるのはね愛ではなくね慰めだけであるからしてね、うん、ふわっちのね唯一神である S の人がねこれね、リスナーにね施されるのはね慰めだけでありね愛は施せれないねと、自分をね、愛せよとは言わない、自分を慰めろと。その人はね、常にそう思っているとね、ちなみに男もね、自分を慰めろと。これね、で、男と女が慰め合うとね、セックスだよ、これは。ファックだよ、これね。だから G 行為というんだよね、これね。相互慰め合いっていうのがね、相互慰め行為っていうのがね、これセックスだからね、これね。もうちょっとね、ちょっとおかしいね、これね。若干おかしいね、これね、言ってることがね。そうしますよ、若干おかしいのは分かっているから。若干分かっているからしてね。むちゃくちゃ言ってるのは分かっているからね。眠たいんだよ。正直ね。口が滑らかになったってね。もうね、今日はね、正直疲れた。いやね、マジで運転ね、疲れたんだよ、今日。なんかね。真面目に寝てくださいってね。そんなね、もう、チョーキティちゃんが隣でね、添い寝してくれるんだったらね、質問者いつでも寝れるよ、それ。そのね、無
胸をね、その人の、ね、顔に押し付けてね、あの窒息させんばかりにね、押し付けてくれたらね、その人はね、ゆっくり寝れるから。むしろ息をしなくなるかもしれないけども。うん、おやすみね、長吉ちゃんね。またね。うん。で、その人はね、あとね、4分ぐらいちょっと頑張ってやろうと思うけどね。うん。よいしょ。あ、ちょ、萌ちゃんも寝るの？おやすみおやすみ。うん。S の人はまだ寝ないけれどもね。S の人はまだ寝ないから、寝ないけれどもね。萌ちゃんとかね、これしっかり寝た方がいいと思うね、これね。萌ちゃんとかはしっかり寝るべきであると。うん、女の子だからね。肌荒れとか気にして、ちょっと寝とくべきであると。うん、S の人はもうちょっと寝れないから起きているけどもね。もう配信は終わるにしてもね。ああ、疲れた。もう明日、また昼間ぐらいにね、配信しようかね。明日昼間俺配信できるんだったっけ？朝起きてちょっとして配信しようか。うん、朝起きてちょっとだけ配信して、1時間か2時間ね。てかね、S 投資はね、もう正直ね、昼間の方がね、人が来る気がするのだよ。うん、ふわちの唯一心であるね、S 投資はね、これね、昼間こそね、人がね、来ると。これ何でか分かんないけどね。うん。やはりね、その人はね、主婦に愛されているのではないかとね。で、この時間はね、やってる人が多すぎるんだよね、正直。ああ。そう、やってる人が多すぎるっていうのがあるんだよ。これ、間違いなく。割とマジでね、割とマジでね、やってる人が多すぎるっていうのはもちろんあるんだよね。なんだエトチン、エトチン呼んどいて退席しましたになってるわ。これおやすみね。ちょっと一旦これ終わるよね、これね。S の人の配信終わるよね。また寝れなかったら配信するからね。うん、